から野茂さん交渉も特にそのやり込むやつに関してはそのぐらいこうガンガン回してほしいなと、はい、いいですね。その後はずっと1週間でナビゲーター4冊が復習できる状況に持っていけるって感じですね。はい、武田塾チャンネル。いやもう僕どっちかというと夏勉強できなかったタイプなんで、はい、もう9月からめっちゃ頑張りました、ね。そういうこともうね、台風の目になるぐらいのつもりで頑張ってほしいですよね。そうですね、吹き飛ばされないように ね、 逆にね。そうです、吹き飛ばされないように周りの受験生を吹き飛ばすぐらいでね、はい、やってほしいですね。はい、ね、その諦めないための方法をね、はい、聞きたいときはぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、ね、そんな、受験生の悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。 若井先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問はですね、うん、参考書4日2日のペースで1周し終えた後、うんうん、1周目は1周目に比べて何倍のペースでやればいいですかという質問です。なるほどね、2周目か、うん、2周目、はい、まあ、単語で言おうか、分かりやすいので、はい、システム英単語、例えば、はい、最初は1日100個の週に400個でありますよね。そうですね。で、一旦の区切りが1200個、まあ、1章と2章センターレベルまでですね、はい、が終わった時点で一旦 そこでぐるぐる回す形になるんですけど、はい、2週目は、どのぐらいのペースでやるかっていったら、はい、基本、1.5 倍か2倍、うん、ですね、うんうん、他の参考書も大体そうですね。まあ、シスタンだと1200だから区切りがいいから600、600で2週間でやるみたいな感じかな。なるほど、2週間で総復習みたいな感じですね、うん、ね、うん、まあ、長文なんかだとね、もう一気にやっちゃったりすることもあるんですけど、 ね、でも、うん、基本的にはその2週目が2倍、はい、3週目はそのさらに倍か、もしくはまたその 1.5 倍とかでやってみたいな感じで、まあ、倍々にしていくか 1.5 倍 1.5 倍にしていくみたいな感じですね、基本的なペースの見方っていうのは。うん、うん、でそんななんか急に倍にしてできんのみたいなところがこう、はい、心配かなとは思うんですけど、武田塾のやり方でやってる場合っていうのは基本的に1週間でこう4日2日のペースでやってると、はい、4日間で100点取って、はい、2日間の復習で2回100点取って、3回100点取ってる前提だから、はい、復習に入るタイミングでも割と正解率は高いっていう前提、ね、そうですね、1週間の中で3回同じところやってるわけですからね。しかもそれを全問正解までやってるわけだから、うん、だから、まあ、2週目に入る時点でもよっぽど週が空いてない限りは、はい、まあ、いいものであれば8割超えてることも全然あるし、うんうん、まあ、忘れちゃってても6割ぐらいは結構残ってたりはするんで、うん、だったら倍でやっても結構そうですね、かかる時間は、ね、言って復習ですからね。そう、やっぱり武田塾のやり方、うん、頭に残るんで長期記憶に残りやすいやり方をやってるんで、うん、まあ、結構ガンガンいけるんじゃないかなって、ね、はい、思いますね、うん、はい、なので、まあ、社会とかだと、まあ、ナビゲーター世界とかでやるじゃないですか、はい、ナビゲーター世界して1日2テーマで週8テーマのペースで基本やってるはずなんで、あれ全部でまあ60テーマ近くあるじゃないですか、はい、そうすると、最初2ヶ月ちょっとで終わるんですよね、週8テーマでやれば、はい、うん、で、2ヶ月ぐらいかけたで、次が1ヶ月で終わるわけですよ、はい、その次が2週間で終わるわけですね。やばいですね。で、最後1週間で前半に終わるようになると。ナビゲーター1週間で、倍々計算のペースでやっていくと、1週目が2ヶ月、2週目1ヶ月、3週目2週間、4週目1週間っていう、うん、いいですね。その後はずっと1週間でナビゲーター4冊が復習できる状況に持っていけるって感じですね。はい、ここまでやると非常に完成度高くなっていると。だから野茂さん講師も特にそのやり込むやつに関してはそのぐらいこうガンガン回してほしいなという形ですね。まあ、暗記系の教材なんかは特にそのぐらいやり込まないと抜けるの早いからね。そうですね。そう、だから抜けてもいいように短時間で回せるようにするみたいな。もう単語とかそういう暗記系のは入試のもう前日までひたすら復習やってることになると思うんでね。そうですね、うん、終わりました。はい、はい、で、ね、今回の質問は以上です。はい、武田塾、全国の校舎で受験相談、いつでも受け付けております。そうなんですか。やってるでしょ、自分自身。有料ですか。無料ですよ、もちろん。無料で、24時間、はい、24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど、無料だよ。はい、ですね。で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。